楽譜の表紙、プスコフの娘は、ニコライ・リムスキー・コルサコフが1868年から1872年にかけて作曲し、1873年に初演された、全三幕からなる、ロシア語のオペラ。リムスキー・コルサコフは、生涯に15曲のオペラを作曲しているが、この曲は、その最初の作品である。レフメによる同名の儀曲に基づき、 1570年のイヴァン・大帝によるプスコフとノブゴロドの反乱鎮圧を背景とする歴史劇である。演奏時間は約2時間30分。リムスキー・コルサコフ、アンタール作曲中の1868年に着想された。同じ頃ムソルグスキーは結婚、ボリス・ゴドゥノフ、9位はウィリアム・ラトクリフを作曲していた。 作曲当時、ムソルグスキーとリムスキー・コルサコフは、アパートの同じ部屋を共有しており、ボリス・ゴドゥノフとプスコフの娘は、音楽的に互いに影響を与え合っている。リブレットは、名の原作をもとにリムスキー・コルサコフが自ら書いた。前日単にあたる原作の、第一幕はカットされ、原作で丸々一幕を使う民会の場面は、第一幕の第二場になった。アンタール完成後に、 本格的な作曲を開始し、第一幕を完成するが、1869年1月に、死んだダルゴムイシスキーの遺作、石の客を完成させる仕事に時間を取られたために、全曲の完成は遅れた。オーケストレーションは1871年秋に完成した。ニコライ一世の1837年の禁令によって、オペラにツァーリを登場させることが禁止されていたため、 完成後もしばらく上演できずにいたが、海軍初期、クラッペーラの尽力によって本作は、近令の例外とされた。検閲を受けて、民会やトゥーチャなどの歌詞の中にある直接的な、共和制賛美の文言は削除された。1873年1月1日に、サンクトペテルブルクのマリーンスキー劇場で、エドワルト・ナープラブ・ニークの指揮によって初演され、大成功を収めた。 フスコフの娘はロシア5人組の求心的な思想を反映した唯一のリムスキー・コルサコフのオペラであり、民族主義的、リアリズム的である。ダルゴム・イシスキー、石の客の影響によって各幕は、レチタティーボ的な歌唱が支配する。合唱が重要な役割を果たし、特に第二幕の群衆のシーンは印象的である。 持続低音の上に機能的でない不協和音が交代するのはボリス・ゴドゥノフと共通する。また、グリンカ、皇帝に捧げた命をモデルにした点もあるが、合唱や民会の場面、オリガとトゥーチャの人物付け、特にアリオーゾから序章的なアリアへ滞りなく、移行するオリガの歌はリムスキー・コルサコフの独創的な音楽である。後の時代のリムスキー・コルサコフのオペラは民話などを、 元にした幻想的な作品が多いが、この作品は歴史を題材にしている。同様の歴史劇にはやはり名の儀曲を元にした皇帝の花嫁とセルビリア及びポーランドの歴史を題材にしたパンボエボーダがあるが、音楽の性格はプスコフの娘とは大きく異なっている。初期の未熟な作品のほとんどを改訂したリムスキー・コルサコフは、 本作についても後に改訂版を作成した。1876年から1877年に作られた第2版では、初版で省かれた原作の第一幕をプロローグとして加えたほか、多くのエピソードを追加し、オーケストレーションもやり直した。しかし評判は悪く、作曲家自身も初版より長すぎて無味感想になっていると認めた。 この版は上演も出版もされなかった。1891年から1892年にかけて再び改訂を行った。この第3版では再び元の山脈形式に戻った。この版は1892年に出版され、1895年4月6日にサンクトペテルブルクで初演された。第2版で加えたプロローグは貴族夫人。 ベーラ・シェローガ作品54という独立した作品に書き換えられた。このベーラ・シェローガをプスコフの娘のプロローグとして含め第3幕に新しいアリアを追加した版は1898年に作られ1901年11月10日にモスクワのボリショイ劇場によって上演された。ラ帝を演ずるシャリアピン1896年に モスクワのソロドブニコフ劇場で、サーバ・マモントフの施設家劇団によって上演された。この時、ヒョードル・シャリアピンが演じたイヴァン・ライテイは注目され、1901年には、ボリショイ劇場、1903年には、マリーンスキー劇場で上演された。1909年には、パリのシャトレザで、セルゲイディア・ギレフは、イヴァン・ライテイの代で上演し、 本作がロシア以外でも知られるようになった。テ帝はやはりシャリアピンが演じた。1915年のロシア映画、イヴァン・バシリエビチ雷・ライ帝も、プスコフの娘の映画化で、やはりシャリアピンがテ帝を演じている。ただし、サイレント映画なのでリムスキー・コルサコフの音楽は使われていない。1955年に、ボリショイ劇場の主席指揮者に就任したスベトラーノフが、 最初に上演した作品がプスコフの娘だった。1999年の最後の上演演目もプスコフの娘だった。2010年にはプスコフのモスクワ大公国への帰属500年を記念してプスコフのクレムリでボリショイ劇場のメンバーによって上演された。初演時の民会の場のスケッチ特マコフ校の庭では娘たちが集まって鬼ごっこや 果物つまみの遊びをしている。ウバたちは、徳間まこふの娘、オリガの父親のことや、ノブゴロドの虐殺についての噂話をしている。オリガが一人になったとき、こっそりとトゥーチャが現れる。二人は結婚を望んでいるが、徳間まこふはそれを許さず、オリガをマトゥータの妻にすることを決めていた。徳間まこふは、マトゥータに、オリガが、 自分の真の娘ではなく、妻の姉妹が母親だが、父親は不明であることを明かす。オリガはそれを物陰から聞いて悲しむ。鐘が鳴って民会が召集される。ノブゴロドからの使者は、イヴァン・ライテイがノブゴロドを滅し、プス・コフに向かっていることを伝える。トクマ・コフは人々に向かい、イヴァン・ライテイに、標準の意を表すように促すが、人々の意見は、我、トゥーチャラの若者は、 プスコフの独立を守るために、イヴァン・ライテイの軍勢に立ち向かおうとする。町の人々は、イヴァン・ライテイを歓迎する準備をする。ライテイが、プスコフの町に入ると、町の人々は、寛大さを求めて祈る。トクマコフ公の家にやってきたイヴァン・ライテイは、プスコフの人々が独立を望んでいることを嘲笑する。しかし、夕食を持って現れた。オリガの要望を見てライテイは驚く。イヴァン・ライティが、 トクマコフコと二人だけになった時、トクマコフコはオリガが自分の妻の姉妹であるベーラシェローガの娘であることを告げる。その名を聞いたイヴァン・ライテイは直ちにプスコフへの攻撃を中止する。オリガとライテー、1896年オリガとトゥーチャは密かに会い、プスコフを去ろうと相談する。そこへオリガを尾行していたマトゥータが手勢を引き連れて現れ、トゥーチャを殴ってオリガを奪う。 プスコフ近郊の陣営で、イヴァン・ライテイはオリガが誘拐されたという知らせを聞いて、怒り、人々にオリガを自分のところへ連れてくるように伝える。現れたオリガに対して、自分がオリガの父であることを明らかにする。一方、トゥーチャーの率いる反乱軍はすでにイヴァン・ライテイがプスコフ攻撃を止めさせたことを知らず、イヴァン・ライテイの陣営を吸収、銃撃戦になる。 すぐ茶の別れの言葉を聞いたオリガは、放火の中に飛び出していき、流れ玉に当たって死ぬ。雷帝は、オリガの体にすがって嘆く。ありがとうございます。